こんにちは。まいひめ大学の特別講義でございます。今回のテーマはですね、ネットビジネス本当に楽に稼げるんですかってことですけども、結論言うと、楽に稼げます。楽に稼げますよ。もう、それはね、揺るぎない事実でございます。10年間、このネットビジネスという世界で生き残ってきた私の結論がこれです。2年、3年で消えていく人は楽に稼げないよって言うでしょ。でそういう人の考えを信じていくのか、 年年やっっててきてねさらに今,今後10年もあこれだただしですね楽に稼げるのはどの時点でってことを考えてみてくださいネットビジネスに参入した初日から楽に稼げるかっていうことになるとそれは私はね同意しかねますねうん私の場合はね最初の1ヶ月から楽に稼げたんですけどもこれはね今でも思いますし何度も言いますけどもたまたまなんですよだからこのたまたまを 私でもできたんだからみんなできますよっていうふうに喧伝するのはやりすぎです。私はそれはしてきませんでした。常に最初は運が良かった皆さんのおかげでなんとか売り上げを立てられたけども、本当はこういうことないんで、だから目標設定は遠くに、遠くの山に旗を立てて、そこに行くまでは足元を一歩一歩やっていきましょうっていうことをお話し,します。そして、月に5万、10万から始めればいいじゃないですか。月に100万、それは向こうの方にあるんですよ。たどり着くには、 時間がかかりますし、やるべきことが多いですよと。じゃあ、やるべきことは何なのかなってことをお話しましょうか。それはですね、集客力と商品力と販売力。この3つ。この3つを攻略してください。そうすると、いつでも売上が作れるようになります。いつでも少しのコストで大きな売上を作ることができます。そのために攻略するべき3つの要素。集客力、商品力、販売力ですよ。集客力、ありますかどのくらいありますか ないとしたら、どのぐらいの日数、年月でそれを培いますか学んでいく。集客力。それは、多くの人とどうアプローチしていくか。まあ、ネットで言うとですね、アクセスをどのぐらい稼げるようになるかってことになります。YouTube 初日、再生数は1とか2ですよね。集客力1か2。戦闘力1か2ですよ。スカウターじゃないですけどもね。じゃあ、自分の動画を出したときに、 再生数が100-200になるまでどのぐらい自分は労力を避けますかってことになります工夫ができますかってことになりますまあ単純に言って集客力ってのはそこですよねアクセスがなければ売上どころじゃないですからまずはアクセスを集めるために当面のやることをねやってみてほしいと思いますそのために便宜上動画 YouTube 動画の量産ってことも一つの作戦でしょうねあとは炎上商法とかもありましたし誰かの動画についてコメントをしていくっていうのもありますよね コメントっていうのはね誰か A さんが何か動画を出しましたその A さんの動画に対してこの動画を見て私はこう思いますよっていうふうに反論していったりとか共感していったりすることによっておこぼれのアクセスがもらえるっていうねそういう戦術がいっぱいありますあとは商品力です じゃあどんな商品を出しますかってことです。これは価格も決めていただきたいですし、商品の種類も決めていただきたいですし、商品のボリュームですよね。1日で紹介できる商品なのか、30日テーマのものなのかとかね。じゃあ恋愛の商品なのか、お金の商品なのか、健康の商品なのかってことも分かれてきますよね。商品どのぐらいお持ちですか作れそうですかこのために時間を作ってください。そして販売力ですよね。セールスをしなければ売り上げは立ちません。 何もね視聴者さんがお金を払うんでくださいっていうことはないです。こちらからセールスをしていくから、年末年始セールどうでしたか、クリスマスセールどうでしたか、成人式セールどうですか、節分セールどうですか、何かにかまけて、セールスはできるわけですよ。歳末、助け合い、感謝セール、なんかいろいろありますよね、うん。それこそね、土日セールとかね、雨天セールとかでもいいわけですよ。今日は寒かったんで、温度が5度以下になりましたので、氷点下セールを行いますとかね、さまざまあるんじゃないですか。 で今回の動画の最後に申し上げますけどもあのね今をときめくチェーン店100店舗200店舗持ってるチェーン店ですら最初の1店舗は辛かったと思いますそれこそね売り上げが立つか立たないかレジ金すらもう仕入れの金額に回したみたいなところからスタートだったと思うんですよでその1店舗で踏ん張ったからこそ撤退する他のライバルを差し置いて2店舗になり5店舗になり10店舗になり全国に 名前が知られる100店舗チェーン店店なると思うんですよね100店舗のチェーンになるとこれは割と順調に進んでいくんじゃないですか100店舗のチェーン店になって創業者がねもう宿泊レジ打ちしてましたとか品出ししましたってことあんまりなくって全体をゆったりと見ていると思いますし全体を巡視、えー、と要するにね視察にも行ったと思いますで最初の1店舗ってのはオーナー自身が先頭に立って働いてたんじゃないですかね、まあ、ネットビジネスってのはそういうのに近いんじゃないですか最初は ものすごくハードワーク、それこそね、集客力、商品力、それから販売力を培うために毎日体当たりでやっていかないといけないと思いますけども、それぞれの3つの要素の力がついたときには、まあ、そんなにね、強い労力を割かなくても、小コストで大きな売り上げが立てれるようになると。だそう考えていくと、いずれ楽に稼げるようになるということじゃないかなと思います。それでは今回は以上です。お疲れ様です。